この度、FA 権を行使いたしまして、残留するという運びになりました。GM の方と、渡辺 GM の方と何度かお話しさせていただいて、僕の、正直宣言するかどうかすごく悩んでたんですけれども、その小さな悩みが少しずつ解決の方に向かっていって、僕がドラフトで入ったのも、渡辺 GM が監督の時でしたし、そういうことに取ってもらった恩義であるとか、いい契約をいただけたので、そういう仁義を通すところが一番、いいんじゃないかと、そういう決断に、至りました。本当に他の球団の方のお話も聞いてみたい気持ちは、ありますけれども、それ以上に、チームに何か貢献しなきゃいけないんじゃないかという気持ちの方が強くなったのが、こういう結果になったのではないかなとは思いますね。そうですね、1日しかなかったんですけど、僕はこういう決断に至りましたっていうことを報告して、本人も納得してくれたんで、それが一番いいと思うって言ってもらったのも、後押しになったんじゃないかなとは思いますね。チームメイトには相談しづらいですよね。